さんこんにちは、こんばんはかな、やすでございます。今日は午前10時から骨髄穿刺をしました。腰にね、針刺して骨髄液をこうグッて抜くやつね、やってきましたね。久々1ヶ月ぶりやったんで、痛みってね、やっぱり忘れるもんなんですね。めっちゃ痛かったです、ほんまに。で、まあその、まあ骨髄穿刺やってからこう血液をね、抜いてからね、30分はちょっと安静にせなダメなんですよ、その場で。で、今回は病室じゃなくて、その処置室っていうところがあるんですよ。処置室、処置する部屋があって、まああのこの首ね、これをこう入れたところの処置室なんですけど、そういうなんか処置を行う部屋で、それをやりまして、で、まあ10時から始めて、最初にね、消毒しますよって、イソジン塗られてね、そういう風な消毒液、まあ、前処理というか前処置をするのに10分ぐらいかけてやられてからの麻酔をして、麻酔が効くのに30秒ぐらいかかるんですよね。その針刺すのがすごい痛いんですよ、やっぱり。聞いてから針刺すんじゃなくて、聞かすために針刺すんで、その最初の針刺すのがプスッてするのがすごい痛くてね、まあ、それは普通 の注射針、細い注射針なんで、あのね、この虫歯するとき、虫歯を抜くときに、治療するときにね、歯茎に注射するでしょ、麻酔するでしょ、その時の、あの針ぐらいらしいんですよ、話によると。まあ、見えへんから分からへんですけど、こううつむいてるんでね、僕うつ伏せで寝てるんでね。で、それを やられた時が、まあ、チクっていうのが、まあまあ痛くてですね。で、そこから麻酔が効いてくるまで30秒から1分、2分か。2分ぐらい待ってもらって、その間ね、やっぱ胸部でガタガタ僕震えてるんですよ。処置室のベッドの端っこをこう持って、震えて歯食いしばったり、変に腹筋に力入れたりとかして、ガタ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 とこう震えたりしてる時に、行きますよ、痛くないですか、これ行きますかって言われてる時にね、あ、大丈夫ですと、大丈夫です、痛くないですってこううつ伏せながら言うわけですよ。で、はい、刺しますよ、なんかその骨に注射針がコツンと当たるのが分かるんですよね。で、今度はその骨に太い針を貫通させなあかんわけですよ、骨髄液を抜くのにね。あの骨盤の骨の中 の、まあ、これぐらいなのかな、分かんないですけど、その液って骨髄液が入ってるところがあるんで、そこまで針を貫通させなあかん、プスって、ね、その貫通、あ、今貫通したっていう感覚も分かるんですよね。そこまではまだ我慢できるんですけど、その骨髄液を吸い上げるときがすっごい痛くてですね。で、はい、抜きますよ、我慢してくださいね、1、2の3、グッとこう引っ張られるわけで。で、まあ1回目はまあまあええかな。でも最初からね、今日は2回引きますって、2回こうグッてこう引きますっていうのを聞いてたんで、まあ、よかったんですけども、まあ案の定2回目はすごい痛かったっていう感じでした。しかしですね、今日の骨髄穿刺は今まで、前の病院から5回、6回ぐらい、6回目ぐらいかな、今回の骨髄穿刺で抜かれたわけですけどもね、一番痛くなかったんですよ、なんか知らんけどね。でね、この痛くない時っていうのが過去にも2回ぐらいありまして、まあその度痛みは忘れてしまうもんなんですけども、で、その、あ、今日は骨髄穿刺だと思って恐怖で怯えてしまうの、痛いよりもその恐怖の方が襲ってくるんでね、まあ、怖いんですけども、そんだけで痛くなかったっていうところで言うとね、その僕の骨髄液の中にある細胞、骨髄髄液か、白血球、赤血球、血小板とかがいっぱいこう作られてるところの細胞がね、あのすごいいい状態やと
痛くなかったんですよ今まで。その悪い状態の時はすごい痛くて、だから今回痛くなかったから、ひょっとしたらね、結果は今回の検査の結果はいい方向なんじゃないかなと自分でちょっと実感しております。まあね、その正しいこの検査結果が出てないから分かんないんですけども、ただ僕が痛みに慣れてるんかもしれへんし、でも今までの経験から言うと痛くなかったんでいい結果が出てるんかもしれないです。ということはね、体が順調にいい方向に回復してるのであろうと思ってる次第でございます。まあ痛かったですけども、自分のこの気持ちを信じてこれからの入院生活も頑張っていこうと思います。今日はこんな感じです。ありがとうございました。バイバイ。元気ですよ。